あれですよね、フレーミングこれです。フレーミング何ですか。フレーミング、フレーミングっていうのは際どいコースに来たボールをストライクにするキャッチング技術のことで、大リーグではキャッチャーを評価する大切な指標なんだそうです。一方これまで日本で重視されてきたのは、乾いたいい音、ブルペンではね、この音でキャッチングすることでピッチャーに気持ちよく投げてもらうことが重視されてきたんです。ところがこのキャンプで田中投手はキャッチャーに音よりもフレーミングを求めたそうなんです。実際に指示を受けたキャッチャーは、音よりもやっぱりボール球をストライクにしてほしいということを言われたので、そこは引き続き練習していきたいなと思います。大リーグ仕込みのアドバイスですから、本当に刺激になります。どっちも気持ちよくこうピッチャーが投げることができる技術ってこういうことですね。そうですよね。で、田中投手の場合、日本の、ね、プロ野球の良さも分かった上で、大リーグで結果を残しましたよね。その田中投手の言葉ですから、この田中効果、今シーズンの、ね、楽天がどういう戦いを見せてくれるのか楽しみになります。広がるんですかね。